こんにちは。先日いつもの裏山でエロ本トレイルランしていたんですが、道中で見つけたセクシーな岩にガチ恋した僕は、真剣交際おねしゃすと初手から全力告白。するとまさかのオッケー、トゥトゥルー。そして僕は早速ツノティンコドリルで岩をガリガリ削り、自家製のモアイ完成。そのまま僕らは同棲を始めました。モアイが寝返り打つたび内臓破裂、ペーパーキリンです。はい、ということで今回は2チャンネルで最も怖い話とされる伝説の怖い話、小鳥箱についてご紹介していきたいと思います。始まり。30歳手前の大人にもかかわらず、しょっちゅう中学時代の同級生と遊んでいた俺は、その日も仲が良かった M とその彼女の K、女友達の S の4人で遊ぶ予定を立てていたのですが、 S が待ち合わせの時間に遅れるとのことだったので、先に3人で俺の家で S を待つことにしました。しばらくして S が俺の家を訪ねたのですが、その際に M が何かにひどく怯えたような素振りを見せたため、異変に気づいた俺は M にうろたえている理由を問いただしたのですが、要領を得た返答はありませんでした。またその際俺は念のため野球のバントのサインも送ってみましたが、 M は首を横に振るだけでした。また M は神社の子供で昔から霊感が強かったため、たびたび霊的なものに怯えており、今回も同様に何か良くないものが身の回りに迫っていることを俺たちに感じさせました。そして S が部屋に入ってくると、 M は S に向かって、 S ちゃん何持ってきたん、出してみと恐る恐る尋ねると、 S はこれそんなにまずい、家の納屋を掃除してたら出てきたんと言いながら、木が組み合わさってできたブロックのようなものを取り出しました。すると M はそれ以上触んなやと叫びながら急にトイレへと駆け出し、激しく嘔吐しました。そんな M の様子に俺はなんやなんやなんや納屋だけにという納屋ギャグをかましかけましたが、なんとかぐっとこらえました。この尋常ではない M の様子を目の当たりにし、動揺する俺たちをよそに、M は一通り吐き終えると、自身の父親へと連絡を始めるのですが、その際に M が専門用語を多く用いたため、俺は会話のほとんどが理解できなかったものの、今回 S が持ってきた木箱の名前が小鳥箱ということ、そしてこの小鳥箱を神社の息子である M がすぐさま処置しないと大変なことになる、といった旨の会話をしていることはわかりました。異変。M は父親に電話で相談したことで落ち着きを取り戻したのか、覚悟を決めたような表情で俺に刃物を渡すよう要求してきました。そこで俺は不審に思いながらも M に包丁を手渡すと、 M は怯えるな、僕がいる、怯えるな、怯えるな、怯えるなと俺たちに対して何度も報告するのですが、このまるで M が自分自身に言い聞かせているかのような態度は逆に俺たちの恐怖を誘いました。そしてこの様子を見た俺は M を鼓舞するために墓を踊ろうとしましたが、この場所はラガーマンパワーが乏しかったので活動を断念しています。その後 M は自身の指を包丁で切りつけると、血のついた指を S の口に突っ込み、呪文のようなものを 5,6 回繰り返します。すると S は半泣きになりながら M の血が混ざった吐砂物をその場に吐き出したのですが、その光景を見た M はやったやったと狂ったように喜びました。さらに M は自身の手を小鳥箱の上に乗せると、先ほどと同様に呪文を唱え始めたのですが、呪文の内容を忘れてしまったのか、徐々に表情が険しくなっていき、いけんいけんと泣きそうな声で弱音を吐いていました。そしてこの様子を見た俺も、よくスタバでメニューの頼み方わかんなくて泣きながら、いけんと言いながら水だけもらってブチギレ帰宅しているのを思い出しました。そしてそんな M の姿を心配そうに俺が見守っていると、 M が俺に対して父ちゃんに電話させてやと要求してきたため、俺はすぐに M の父親に連絡し、携帯電話を M の耳元に当てると、父親と一緒に呪文を読んでいるのか、 M は再び呪文を口に出し始めました。それから永遠にも思える時間が経つと、 M が終わったと叫んだため、極度の緊張から解き放たれた俺たちは身を寄せ合い、安堵からか数十分ほどその場で号泣しました。その後俺たちは一通り泣き終えると、その日は俺が M と共に車で S と K をそれぞれの自宅に送り解散しました。裏切り。
後日小鳥箱を発見した S とその家族で話し合いが行われた際に S の自宅にある納屋を S の父親が片付けていると隣に住む J という老人がただごとではない様子で S の父親と S にあの箱を見つけたのか、お前たちは無事なのか、今年の箱根駅伝どこが勝ったか知ってる、といった質問をしてきたことが判明し、何か小鳥箱と関係があるのではないかと考えた S は、俺と M と K を交え、J さんとの話し合いの場を設けました。また、この時、納屋の天井に張り付いている妖怪全裸麒麟仮面が見つかったため、粗大ゴミの火に出して無事回収されていったとか。そして、話し合いの場所に J さんが現れると、なぜか M は J さんに対して激怒したような態度を見せ、父親と一緒に調べたんですが、本来ならあの箱は J さんが持っているはずですよね。なぜ S の家にあの箱があるんですか?ときつい口調でまくし立てました。一方 J さんの方は非常に申し訳なさそうな表情でゆっくりと事の経緯を語り始めました。 J さんによると本来であれば S の祖父が亡くなった際に小鳥箱を引き取る予定だった。これは昔からの約束事で非常に長い年月をかけて小鳥箱の呪いを薄めるために家同士で小鳥箱を回し、最終的に呪いが薄まった小鳥箱を M の住む神社で払うという段取りだった。しかし S の父親が小鳥箱を持ってこなかったため、あの箱について知らないのではと考え、 S たちが小鳥箱で死んでしまってもごまかしが効くと思い、小鳥箱を受け継ぐ役目を放棄してしまった。今は本当に S たちには申し訳ないと思っている、といった経緯だったらしく、思いの丈を打ち明けると J さんは何度も土下座し S たちに謝罪し続けました。正体、J さんの裏切りにより命の危険にさらされた S たちでしたが、 M から今回の件は水に流してあげてほしいとの要望があったため、 S たちは J さんを許すことにしました。そして M はここまで大事になったのなら最後まで話した方がいいだろうということで、小鳥箱についての全貌を話し始めました。またこの時俺はこれ名護なるでと予想し、 Uber Eats でケンタの8ピースパックを頼んだところ、ちょうど M の話が終わったタイミングでケンタが届いたのですが、それはまた別のお話。 M が言うには、小鳥箱は1860年代後半に作られたもので、かつてこの土地の住人はひどい差別を受けて迫害されていたため、自分たちを苦しめていた人たちに復讐することを目的として作成されたそうです。そんな小鳥箱の作成方法は、簡単に開けることができないように木を複雑に組み合わせ、その中に家畜のメスの血、子供のへその緒、人差し指の先、腹綿から絞った血液を入れて蓋をするといった非常に残酷なもので、小鳥箱の材料には主に間引きされた子供の体が使用されていました。また小鳥箱は出産可能な女性や子供に対して凶悪な災いを及ぼすとされていた上、箱に詰めた子供の数によって小鳥箱の呪いが強まるとされていたため、村人たちは複数の子供を殺害して箱に詰め、当時の役人の家へと届けたらしく、その家の女性や子供は血へどを撒き散らしながら内臓がねじ切れ苦しみ抜いて死んでいったそうです。そして小鳥箱を作成した村人たちは、今まで差別されていた役人たちに対し今後自分たちに関わらないよう要求すると同時に、万が一それを破った場合は外の人間を無差別に呪い殺すと脅迫したため、周囲の人たちはその要求を飲まざるを得ませんでした。またこれは余談ですが、呪いたい男ランキング20年連続トップの殿堂入りの僕は、最近では藁人形経由の呪いはだるいとのことで夜中の神社に呼び出され直接釘打ち込まれています。皆さんいつもありがとう。その後村には平穏が訪れたため、作成した小鳥箱の扱いに困った村人たちは小鳥箱を管理した場所に見張りをつけるなどして小鳥箱が外部に漏れないよう対策をしていたのですが、一人の村の少年が興味本位から監視の隙をつき小鳥箱を持ち出してしまいます。するとその日のうちにその少年も含め家族の中の子供と女性全員が死んでしまいました。そこで村人たちは初めて、この小鳥箱は決して自分たちを守るものではなく、油断すると皆殺しにされてしまう恐ろしい兵器であることに気がつくのでした。
なお、その恐ろしさレベルは僕のニット帽から取った出汁で作った鍋を食べるのに一歩及ばすぐらいのレベルとのこと。その後、村人たちは話し合いの結果、所有している小鳥箱を破棄することに決めたのですが、あまりにも小鳥箱の呪いが強すぎたため、数世代に分けて小鳥箱の呪いを薄めていくといった方法を選択せざるを得ませんでした。そして現在に至るまで S の家や J さんの家などで小鳥箱を回して保管していたのですが、 J さんの裏切りにより今回の事件が起こってしまったのだそうです。また先代たちによると、呪いを薄めるためならと串カツ屋へ赴き、小鳥箱をタレに二度漬けするというタブーを犯すこともあったとかなかったとか知らんけど、そんな M の話を聞き、復讐のためとはいえ自分たちの子供を何人も殺して兵器を作るといった異常すぎる行動を取った村人たちに違和感を覚える俺たちでしたが、 M によると、子供たちを大量に殺害してでも復讐を達成したいと願うほど当時の村人たちに対する差別は根強いものだったのではないかとのことでした。ちなみに M は残された小鳥箱を払うために真面目に神社の息子として生きていくことを決めたそうなのですが、その後小鳥箱がどうなったのかは分かっていません。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て、小鳥箱って小鳥を閉じ込める箱じゃなかったのか、よかったーと思った IQ2 ニワトリは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるので概要欄のチェックもよろしくです。はい。